皆さん、こんにちは。メディアウォッチャーの笠子と申します。今週のノンフィクションは逆神回とも言うべき物議を醸し出す、めちゃくちゃある意味面白い内容だったということで、もう限界かも、コロナと父娘のラーメン屋ということで、この内容を簡単に紹介していきたいと思います。緊急事態宣言の最中ですね、東京で貼り紙が物議を、醸し出して、ネットで大きな話題となったラーメン屋、荻窪の勝国店を取り上げるということで、この貼り紙ですね、要はもう緊急事態宣言でもうどうしようもないと、だからもう致し方なくやるんだという貼り紙が、賛否両論を選んだんですけれども、そのお店の特集ということで、単にですね、初めコロナ禍で苦しんでる飲食店特集なのかと思ったら、もうやばいものがいろいろ出てくる面白い内容になってます。まずこの勝国を経営しているのが女性プロデュースという名前で、34歳、35歳の女性の方がやっているラーメン屋なんですけれども、高校卒業後、キャバクラ嬢になってナンバーワンを取って、その後、25歳でお父さんが経営する居酒屋で、飲食業のノウハウを学んで、ラーメン屋をオープンしたということなんですね。で、そのお父さんなんですけれども、シェフからですね、居酒屋経営やホストクラブの経営をするなど、結構大きな事業展開をやってるんですけど、事務所がですね、事務所は普通の会社じゃない、そっち系なのみたいな、あれ、この番組どうしたみたいな、いや、ちょっとこのお父さんじゃちょっと応援できないぞみたいな感じなんですけど、そのお父さんの会社の一環として、やってるんですけど、そのラーメン屋以外もコロナで大打撃を受けていると。で、そんな時にですね、そのお父さんの事業を助けたいということで、娘というか、養子縁組の娘さんなんですけれども、このままだとお父さんが水商売ばっかりやってて、もうコロナではね、もう大打撃なので、あんまり水商売に影響されない、緊急事態宣言に影響されない飲食店はラーメン屋じゃないかということで、2020年の6月、なんと緊急事態宣言明けた後に始めたのがこのラーメン屋ということなんですね。で、その実の父親ではなくて養子縁組で子供になった女性の方ということで、ちょっと日本語がおかしいんですよね。でも外国人の方ではない、ちょっとどういう事情なのか、ちょっとこの辺が非常に複雑なんですけれども、ところがですね、その荻窪といえばラーメン激戦区なわけですよ。もう荻窪っつったらもう本当にラーメンの街と言っても過言ではないところで、ラーメン屋を出して、辛いラーメン屋が少ないからっていうことで、旨辛で勝負するはずなのに、緊急事態宣言になったから安い煮干しラーメンを新しく作って客呼び込みみたいなこともしてるんですけど、失敗しますよね。美味しい煮干しラーメン屋だったら荻窪にいっぱいあるわけで、旨辛で勝負してんのにどうしてまた煮干しラーメン作ったみたいなことで、本当に典型的な飲食店の失敗事例をやっているようなやり方をして、どんどんドツボにはまっていると。で、こんな時に今2021年の8月に、そのお父さんの会社で緊急会議があって、勝国はもう見せ続けるのが難しいと言ってるなんだけれども、そこで働いている従業員がですね、なんかもうヤクザの子分さながら、パンツ見せながら土下座して、やりたいんです、もっとやりたいんですみたいなことを言って続けることになったというですね、何のこれはドラマなんだという、ちょっとやばい逆神回みたいな感じになってます。で、10日間で勝負しようみたいなことで、これで60杯売れたらみたいになったんだけれども、1日目は33杯しか売れずに、売上は2万円と。売上1日2万円。従業員の給料も出ないっすよね。もう厳しい。もう材料費引いたらどうなんだみたいな、話ですよね。で、そんな中ですね、お父さんの方は、2021年内にもうダメだということで、ホストクラブとか、いろんな海鮮居酒屋とか水商売をもう完全撤退をする決断をするというところで終わっております。で、当初はですね、コロナで苦しい飲食店が貼り紙で物議を、醸し出して、賛否両論あるも頑張っている女性経営者みたいなものを想像していたんですけれども、全然違う番組で、やばい水商売男のめちゃくちゃ経営の話だったということで、
これは一体何の話なんだということで、突っ込みどころ満載、ある意味逆神回です。もうやばいです。まあ、いや、なんていうか、やっぱりタバコ吸いながら会議してたりとかする経営者が、そんなうまくいくわけないんですよ。どの時代だっていうか、何の商売やってるんだっていうことで、いや、もうそもそもラーメン屋とか物議を醸し出したね、張り紙とかいう問題じゃなくて、もうこのお父さんがやばすぎて話にならないという、まあそういう意味では面白い内容。これね、もう突っ込みどころ満載で、まあ、ある意味逆神回、婚活南さんと張り合うぐらいのやばい、お父さんが出てきたということで、非常に面白い回だったんじゃないかなと思います。